本代表は首位通過をかけていよいよ韓国戦。もちろんそれも気になるところだけど、決勝トーナメント初戦で対戦するグループ A でオーストラリアが敗退する大波乱となったわね。そうなんだよな。今回はオーストラリアの敗退と、韓国戦についてまでやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。ではまず、オーストラリア敗退関連から行きましょう。インドネシアが下克上パリ五輪予選8強入り日本一通過なら準々決勝で対戦へ。パリ五輪アジア最終予選の AFC U23 アジアカップは21日、A 組グループリーグ最終節を行い、ヨルダンを4-1で破ったインドネシアがグループ2で8強入りを決めた。抽選順最下位のポット4ながらオーストラリア、ヨルダンを退けての下克上突破。もし日本が22日の B 組最終節で韓国に勝利し、首位通過を決めた場合、準々決勝はインドネシアとの対戦となる。まずインドネシア目線の話になるけど、オーストラリアに勝ったこともだし、このヨルダン戦も 4-1 だぜ。ごめん、オーストラリア戦は若干まぐれもあると思ってました。これは本物だわ。日本は勝利して首位通過してほしいとこだけど、仮に2位通過となっても厳しい戦いになるのは覚悟しておかないといけないわね。どこも厳しいけど、思ってる以上にインドネシアはやるな。そう思わさせる最終戦だった。お見事だな。日本が B 組首位通過を決めた場合、準々決勝ではインドネシアと対戦。インドネシアには17日のルヴァン杯を終えて前節オーストラリア戦1-0から緊急合流したハブナーのほか、エースのマルセリーノ、ロングスローが脅威のアルハンラA代表選手が多く並んでおり、彼らにとっては今年1月のアジア杯第2戦日本が3-1で勝利以来の日本戦となる。なお、A 組のほか会場ではすでに首位通過を決めていたカタールがオーストラリア2-0のドロー。8人が初先発という大幅なターンオーバーを敢行しながらも無敗フィニッシュを果たした。日本がグループ最終節で韓国に敗れた場合、準々決勝は開催国カタールとの対戦になる。なお、日本対韓国が90分間で決着がつかなかった場合、大会規定により PK 戦で順位が決まる。UAE 戦で外しまくったことが悔やまれるところだけど、勝って首位通過が一番いいからね。切り替えるしかない。日本代表一番の懸念点は決定力不足だな。毎回これな気がしないでもないが。まあ、日本代表についてはこの後じっくりやるとして、オーストラリアは結局1勝もできずに終わってしまったわね。大会通して想像以上の惨敗に終わった感じだよな。最終戦カタールはもはや別チームレベルまでメンバー変更したのにもかかわらず、勝利できない。ヨルダンに引き分け、インドネシアに負け、カタールと引き分け。勝てないこともだけど、3試合で無得点ってのもヤバすぎ。組み合わせだけ見れば比較的楽なはずなんだが、勝てないどころか無得点ではな。結果的に順当な敗退とも言えそうだ。そうね。組み合わせだけ見れば敗退は驚きだけど、無得点とかを考えると順当な敗退。オーストラリアは深刻な人材不足ね。これはかなり前からずっと言われ続けてきたよな。QL とかケイヒルがいた時代を最後に下の世代が育ってこない。どうにもオーストラリアは最近パッとしないわね。メディアもサポもこれはショックだったんじゃない？母国紙ブリスベンタイムズはオーストラリア、U23 アジアカップ敗退でパリ出場を逃すと結果を報道。一連のチャンスを作り出したが、これまでの試合と同様に、それらのチャンスをものにすることができなかったと3戦とも得点できずに敗退した事実を伝えている。オーストラリア代表の公式サイトもカタール戦の0-0引き分けを受けて幕を閉じたと嘆く。また AFC アジアサッカー連盟の公式サイトではカタールとの膠着したドローでオーストラリアの希望が打ち砕かれたといった表現で結果を紹介していた。未勝利でしかも無得点の敗退ってメンタルに来るよな。下の世代が育ってきてないとは言っても、オーストラリアだからね。これはなかなかにショッキングだわ。1点も取れずに大会を去ったチームやトニー・ビドマー監督に、母国のファンからは次のような厳しい声が飛んでいる。哀れだ、ビドマー監督は出ていけ、ははは。はゴールも決めなかったよ、3試合でゴールなし。この若いチームはどのような指導を受けているのか。全く歯が立たない、全く受け入れられない、ビドマーは冗談か、こんなくだらない試合のために睡眠を犠牲にしたなんて恥ずべきことだ。まあ、こんな反応になるよな。でもさ、これ終わってみたらこのグループがヤバすぎただけだった。ってこともあるのよね。次、日韓どちらの対戦になるかわからんが、そこでインドネシアがどのくらいあるのか。それで実際の力がわかりそうだな。そうね。では韓国戦について見ていきましょう。韓国のメディアからは自国代表のパフォーマンスに不安を感じている声も上がっているようだ。スポーツ朝鮮は、2-0で勝利した中国との第2戦について、中国に敗北していても不思議ではなかったと題した記事を掲載。負けなかったのは幸いだったと指摘している。UAE 戦も含めて韓国はひどいパフォーマンスだったな。攻守両面で問題だらけよね。中国は日本との第1戦で、前半20分になる前に数的優位になっても敗北したほどパフォーマンスが深刻だった。そんな中国を相手に、しっかりと優勢に試合を進め、安定したパフォーマンスを発揮する姿を期待した。しかしファン・ソン・ホン監督のチームのパフォーマンスは驚愕だった。同メディアは、中国に何度もチャンスを作られた点を懸念し、選手個人の問題だけではなかった。戦術的な準備の方向性自体が間違っているように感じられた。
選手同士の呼吸が全く合う感じではなかったと酷評している。パスワークなんてものは皆無で、このレベルの相手ですらまともにボール繋げてなかったもんな。個人技とワンパターンクロスからの高さとフィジカルのゴリ押し、個人競技とかしてたわ。まあ、日本はむしろそっちの方が苦手だったりはするんだが。記事は2-0で勝利した結果だけ見ると中国を圧倒したように見えるが、パフォーマンスは悲惨だった。組織力でも中国より良い点数を与えることができない試合だったとばっさり、こう糾弾している。中国を相手にこのようなパフォーマンスなら、この先のアジアカップも心配なレベルだ。次の日韓戦で惨敗しても不思議ではない。今の姿が改善されなければ、オリンピック出場権の確保も難しいだろう。選手たちの個人能力で危機を乗り越え、五輪の出場権を確保しても、結局本戦で凄惨な結果に直面しても不思議ではない。韓国メディアにしては割とまともね。あの試合を見て日本戦行けるってなるはずないからな。なるはずがないのに毎回やってるのが韓国なんですが。韓国シールガンスポーツが伝えている。ファン・ソンホン監督は21日、日本の印象を問われ長い時間をかけて組織力を固めてきたチーム。その部門では大会参加国中トップと見ていると力説した。さらに前線でのプレッシャーや多様なビルドアップで相手を苦労させるチーム。スピードも警戒しなければならないと思うとポイントを挙げた。記事は1位で終えることがいろいろ有利だが、日本戦を控えた韓国の状態は良くないと指摘している。センターバックのソ・ミョングアンがハムストリングの負傷で離脱し、ビョン・ジュンスは警告累積のため欠場する。ファン・ソンホン監督は難しい状況なのは明らか。妙手を探さないといけない。悩みは大きいとしながらもどんな形態で日本戦を戦うかは、コーチ陣と綿密に検討すると続けた。UAE との初戦、中国との2戦目を表紙同士は期待以下の競技力も悩みだと厳しい論調だ。指揮官も予想したより色々良くなかったと認めている。韓国は本職センターバック一人となってしまったわね。そもそものポジションごとのバランスが悪いだけじゃね？とも思うが、色々韓国はやばいな。ここまで見た感じだとフル代表のアジアカップよりも深刻な状況に見えるけど、韓国って謎に粘り強いからね。それな。特に日本戦だと勝手に盛り上がるし。両者は2年前の前回大会の準々決勝で激突。その際は、日本は来たる本番を見据え、U21 の陣容で戦いながらも、鈴木唯人の2発と細山尾のゴールにより、3-0で大勝した。韓国から見れば、今回はリベンジの機会ともなり、いつにも増して気合十分だ。同国メディアニュース1は決戦を前に2年前の屈辱を忘れなかったファン・ソンホンと題した記事を掲載。鼻息荒く韓国は2年前の同大会で、2歳年下の日本に衝撃の完敗を喫した。ファン・ソンホン監督が率いるチームが、雪辱に挑むと伝えている。千年恨むんだからたった2年は忘れるわけないでしょうね。千年恨む割にはなんかエースジャパンとか意味不明なことやってるけどな。秒で自分たちがやってたことを忘れてるように見えるのは気のせいですかね。グループステージ突破が確定した後の第3節はあまり重要ではないかもしれない。ただ、相手が日本なら話は変わってくる。韓国は宿命のライバル相手に傷を負った。A 代表、U20 代表と日本に立て続けに0-3で敗れていた状況で、23歳以下代表のチームまで虚しく敗れたショックは大きかった。ライバルじゃねえよ。こいつら毎回傷を負ってんな。それにこっちからしたら韓国だからって話変わんないから。この試合が重要なのは韓国が相手だからじゃなくて、その後の決勝トーナメントに影響するから。それから2年が経った。ファン・ソンホン監督は10大会連続でオリンピック出場のためにチームを作り、挑戦状を突きつけた。日本も細山を、内野隆、佐藤恵允などが着実に成長し、年齢相応に出場している。偶然にも両国は同じグループで組まれ、早々の対戦が実現する。指揮官と韓国にとっては、当時の屈辱を晴らすチャンスだ。また屈辱とか言ってらー。これは予想通り勝っても負けてもまた嫌な思いすることになりそうですね。2年前とは違う結果を確信している。こいつら毎回確信してんな。ファン・ソンホン監督はアジア競技大会で、同世代の選手が出場した日本との決勝戦で2-1で勝利し、金メダルをつかみ、ある程度のリベンジを果たした。しかも今大会を前に、西アジアサッカー連盟の U23 アジアカップで優勝し、自信も高まっている。この勢いで日本を圧倒すれば、2年越しの願いを叶え、悔しさを晴らせる。威信をかけた日韓戦を制すのは、どちらか。ファン・ソンホン監督は日本は簡単なチームではないが、昨年の杭州アジア大会の決勝で勝った良い思い出がある。必ず勝つと自信を覗かせている。別に威信をかけてないし、またアジア大会のこと言ってるぞこいつら。大学生相手にガチ面で勝利して金メダル見せびらかしながら食う飯はうめえって動画を韓国サッカー協会公式が上げるくらいには嬉しかったみたいだからね。もうサッカー関係なく人格とかそっちの話になってくるんよ。わかってはいたけど、やっぱり韓国の反応は気分悪くなる。他はないの？
米スポーツメディア ESPN では熾烈さを増す戦いの中でも、日本をはじめとする強豪国が、五輪に最も近い位置にいると予想している。日本については、個人にそれほど依存せず、次のステージ進出を決めるために必要な勝ち点6獲得までの過程で負荷を共有してきたと分析。さらに、大岩剛監督の手腕にも触れており、大会2戦目の UAE 戦では、2日前に行われた初戦の中国戦からメンバーを7人変更し、常に試合の主導権を握るチームを送り出すことに成功したと綴っている。また、日本が中国に勝利した際、17分にはすでに10人でプレイしていたが、それでも相手をほぼ寄せ付けずに戦い抜いたことも注目に値するとして、その上でゴールキーパーのレオ国母も本領を発揮したと GK 国母レオブライアンのパフォーマンスも称えている。マジで国母様様だよな。やっぱりキーパーが安定してるとそれだけで安心感が全然違うわよね。記事では、日本のほか、韓国やカタール、サウジアラビアといった連勝を飾ったチームのここまでを振り返り、U23 アジアカップが始まる前から、これら4強はオリンピック出場権獲得に挑戦すると予想されていたが、これまでのところその期待に応えていると評価。今後の戦いに向けても、決勝トーナメントでは何が起こるかわからないと前置きしながらも、それでも、開幕直後から圧倒的な強さを見せているカタール、韓国、日本、サウジアラビアは、ベスト4進出を確信しているはずだと見通している。その圧倒的な強さを見せてるうちの3チームが左の山に行くことになるわけですよ。2位通過だと左の山でカタール、サウジの山に入ってしまう。これは避けたいのが本音だし、勝って首位通過したいわよね。そう。ってことで最終戦は重要。韓国だからとかは関係なしに、スタメン予想行こう。システムは 4-3-3 で、GK は国母レオブライアン。起用された2試合を見ても安定感は抜群で、大岩剛監督の信頼をしっかり掴んでいると予測する。右サイドバックは、これまで2試合連続でフル出場だった関根弘樹を休ませ、ハンダリクを配置するか。今回の活動前に急性胃腸炎となった影響でチームへの合流が遅れ、これまでの練習でも時折、別メニュー調整があり、今大会未だ出場のないハンダ。しかし、韓国戦前日の彼は明日の準備ができていると思っています。プレイできるんじゃないかという指揮官の言葉からも、スタートから起用するのではないと予想した。ハンダ心配してたのよね。出場問題なさそうならよかった。センターバックの1枚は、初戦の中国戦で高パフォーマンスを披露した高井浩太。UAE 戦には出場しなかったので、疲労もそこまで溜まっていなそう。チーム最年少19歳の高さと強さが韓国相手にどこまで通用するか。その相棒は鈴木海とか。韓国は最前線に収められるサイズのあるフォワードがおり、得意のインターセプトで、そのターゲットにボールを入れさせないプレーに期待だ。韓国戦は特に高さだろうな。前の2試合を見てもそこさえ抑えればやられることはなさそう。そうね。あとはミドルシュートくらいかしら。パスで崩されるというのはあまりなさそう。難しいのは左サイドバック。UAE 戦でクロスから再三にわたりチャンスを創出した大畑歩夢は好調で、2試合連続スタメンの可能性も十分にある。しかし、前節フル出場の大畑は一度ベンチに置いて、UAE 戦で出場のなかったフレッシュなうちの高志がスターターを務めるかもしれない。この辺難しいんだよな。決勝トーナメントも考える必要がある。日程もきついからね。仮に勝利しても疲労困憊では何の意味もなくなってしまうし、私はうちのに変えてくるかなと予想してる。中盤はチームの主軸3枚か。アンカーは UAE 戦で出番のなかったキャプテンの藤田ジョエルチマ。前節は休めたので、この欠かせないピースを日韓戦で使うと予想した。インサイドハーフは、豊富な運動量で攻守に全力プレイの松木玖と UAE 戦でボールキープが光った山本リヒト。韓国相手にボールを握るためにも、中盤の3枚はベストメンバーを送り出すか。韓国戦は特に戦えるタイプの選手がいいでしょうからね。やっぱり中盤は試合を支配できるかどうかがかかってるからな。左ウィングは中国戦でカットインから果敢にシュートを放った平川優。練習を見ていても動きが切れていて、その鋭い仕掛けで韓国の守備網をこじ開けたい。右ウィングは藤尾翔太か。以前、右ウィングでも起用されると伝えられていると本人も語っており、ボールを収められる藤尾がいることで、両サイドのハンダのオーバーラップが生きる。2試合ともに日本の右サイドはストロングポイントとなっていたし、また新しい形ができるといいわね。そして、ワントップは内野幸太郎と予想。ここまでの2試合で先発はないが、韓国戦前日の練習後にはハットトリックを決めたいと力強いコメントを残しており、186センチの長身とバネを生かしたヘッドもセットプレーで日本の大きな武器となる。ダブル内野でちょっとややこしいけど、内野幸太郎はこの韓国戦要注目だったりするんだ。唯一の大学勢であるフォワード内野幸太郎筑波大は韓国戦に向け、今回出るとしたら、もう日本はグループリーグの突破は決まっていますし、1、2戦目に比べて自分のことを表現できる時間が増えるのかなと思うので、自分としては出たら前から圧力かけるのもそうですし、得点というところもすごく貪欲にやっていきたいと意気込んだ。内野は、対韓国に対して自信を持っている。昨年9月のアジア競技大会では決勝の韓国戦で1ゴールを挙げ、今年3月の全日本大学選抜として出場した日韓定期戦では2ゴールの活躍で、つい大名は韓国キラー。実際に韓国戦でのやりやすさも感じているという。韓国相手に相性がいいのね。これは期待。
日本のメンバー発表の時にこのうちの2韓国メディアが過剰反応を示してたからな。それだけトラウマなんだろう。さらなるトラウマ覚悟しとけや。韓国の選手はフィジカルに自信を持っている気がして、前に強いと思うんですけど、前に強いからこそ、前に出たがるというか、自分の前に行った動きの餌みたいなのに食いついてくるのかなっていうので、本当は自分が使いたいスペースを自分で作って、使えるからそこが刺さるのかなというのは思います。高校ぐらいから相手のセンターバックを動かすというのは意識してやってますし、こっちカタールに来てから出場時間はそんなに長くはないですけど、フィーリングも悪くないし、自分のコンディションもいいので、一発かましたいなっていうのはあります。得意の韓国戦でまたしても得点なるか。目標を聞くと、まずは1点ですけど、ハットトリックを狙っていきますと力強いコメント。試合は日本時間22日の22時キックオフ予定だ。いいねえ。このくらい強気じゃなくちゃな。もうせっかくだからうちの高橋からうちの高太郎のダブル打ちのラインから得点して、韓国にダブル打ちのパンチのトラウマ植え付けてやりましょうや。ちょっと何言ってるかわからないですね。何にしても、うちの高太郎ね。名前覚えたわ。韓国戦注目する。いろいろ見てきたけど、最終戦はシンプルだな。勝利すればいい。毎回そうなんだけどね。さてみんなは今回の件どう思っただろうか。韓国戦の予想など高評価とチャンネル登録ついでにコメ欄で聞かせてくれ。U23 は再生リストが便利。この後のエンド画面から。また、韓国戦をリアルタイム編集で試合直後に投稿予定です。結果とか次第にはなるけど。それではまた次回。戦うよ。ご視聴ありがとうございました。真ん中がこのチャンネルになります。空いてるところにあるチャンネルは関連のサブチャンネルになります。興味がありましたらぜひ。空いてるところってなんだよ。え？うぷ主の雑さがよくわかるわね。いや、いろいろ詰め込みすぎてスペースが。あ、はいはい。それではまた別な動画で。またね。はい。